森林みたいな。お、はい、正解です、はい、一回ボケ挟んでねあえてね、はい、なんで分かったんですか。いや、なんとなくそう、小菅村の総面積の 95% が森林なんですよ、はい、95% が鳥海良樹ファンみたいな。あ、いいねいいねあ、それは市川美里町かで95っすよね。95です。簡単じゃないですか。え、小菅村に住んでる人口の 95% が鳥海良樹ファン。これはもう確実です、ね、確実、はい、間違ってはないかもしれないんですけど、ちょっと確証がないですね。あ、本当ですか。はい、ちょっと、まあ、市川美里だったら、市川美里は98らしい小菅村は95って僕の中では、はい、だちょっとデータとして残ってないので。違いますか。はい、ちょっと合ってるかもしれないですけど、95は森林の面、森林じゃないですか。お、正解です。小菅村の総面積の 95% が森林ということで。ちなみに小菅村に行ったことってありますか。はい、僕あるんですよね。お、ちなみにその時は何をされに行きました。あの、調べてたらいい宿が出てきたんで、そこにちょっと泊まりに行きました。わあ、さすがですね。東京からね、2時間っていう場所にあって、結構都内からアクティビティとか自然を求めに小菅村に来られる方も多いようですよ。近いですね。うん。で、ハッシュタグ小菅ジェニックで村の魅力がインスタグラムに結構アップされてるみたいなので、鳥海選手、次小菅村に行った時は写真いっぱい撮って、はい、ハッシュタグ小菅ジェニックつけて、小菅ジェニックっすね、ぜひ皆さんもつけてくださいぜひアップしてください。鳥海選手も、もちろんです。じゃあ今週末仙台戦頑張りましょう。絶対勝ちます。